妙に暗いな。それに、なんだか寒いよ。水が体にまとわりつくような感じがして。このまま先に進むのは危険かもしれない。廃校とはいえ、ここの備品だぞ。まずいに決まってるじゃないか。フクロイのクソ真面目はこんな状況でも健在だね。ちょっと見せてくれないか。いいけど、どうしたの？破損した部分から何か見えている。あ、本当だ。なんだろう。象の中の骨組みじゃないか。だけど何か別のものかもよ。確かめてみよう。文字が彫ってある。天神小学校。どうやらこの学校の鍵みたいだな。さっきの鍵が使えるかもしれないな。レバーが動かない。錆びて壊れているのかな。アルコールランプだ。まだ芯もメタノールも残ってるから使えそうだな。なんか手の跡っていうか、ここについてるの血じゃない？
なんだか気持ち悪いよ、このランプ。だけど明かりは多い方がいい。明かりをつけないか。アルコールランプに火をつけてみようか。確かにろうそくよりアルコールランプの方が明るいし長持ちするだろうな。はい、マッチ、さっき音楽室で拾ったんだ。浦部、おい浦部、しっかりしろ。よかった、生きてる。浦部、大丈夫か？どこか怪我は？他のみんなは？トウコやキザミ君たちは？みんな無事なの？ミツキ！どうしたんだ、ウラベ？追いかけよう。一体彼女は何を見たんだろう。徘徊する殺人鬼とでも接触したのか。俺も追うべきなんだろうが、そこまでする義理もないか。あの二人は一緒に眉を探してくれたから、できるなら力になってやりたいが、向こうもゴタゴタしているみたいだし、巻き込まれるのはごめんだな。俺は俺で眉を探そう。もともと一人の方が性に合ってるんだし。
マユの声だ。今度は間違いない。マユ、どこだ。マユ、返事をしてくれ。マユ、マユ。見て、渡り廊下がある。行ってみよ。向こうにナーナいるかもしれないし。私は武蔵川女子中学校1年6組アマトヤナリ。ナーナというのは私の幼馴染のあだ名、小笠原ナナ。さっきまで一緒にいたんだけど、廊下を歩いているうちにはぐれてしまった。同行者が一人いるんだけど、この子がまた実に頼りない。待って、ナリちゃん、足疲れた。はあ、これでもう何度目の泣き言だろう。じゃあそこで座ってなよ。あたし先行くから。やだ。だって疲れて歩けないんでしょ。歩けるもん。危ないじゃん。床濡れてるんだから、急に飛びつかないでよ。だって雷。あのね、雷なんてここでも外の世界でも珍しくないでしょ。あんた家でも学校でも雷鳴るたびに誰かに抱きついてるわけ？うん、ナーナちゃんがいるときはだいたいナーナちゃんに。私はナーナの代用品か？ナリちゃん、怒ってる？別に。とにかく行くよ。ナーナ探さなきゃ。あんたも代用品じゃなくて、早く本物に抱きつきたいでしょ？うん。否定しないのかよ。こっちの校舎は向こうよりさらにボロいな。なんだか頭が痛い。確かに空気が重いっていうか、長居したくない感じだよね。こんなところにナナちゃんいるのかな。探すしかないじゃん。ナナだって私らのこと探してるはずだし、すぐ会えるよ。すぐってどれくらい？もしかしたらナーナちゃんもう。また始まった。もうそのパターンよしなよ。だって泣かない。私だって怖いんだから。Thank you.
なんだと思う？わからないけど、多分機械のバッテリーとかだと思う。ふーん、誰か携帯ゲーム機でも持ってる人が落としたのかな。学生じゃないみたいだけど、死んでるの？わかんない。大丈夫ですか？怪我してたりとか、なんか物投げてみようかな。いや、まずいか。なりちゃん、これそこに落ちてたカメラ？あの人のかな。どこにいるんだ？マユ、さっき俺は確かにお前の声を聞いた。会いたいって言ってたよな。無事なのか？怪我はしてないか？怖くはないか？寂しくはないか？くそ、田口さんは何やってんだ。遅いな。何が情報交換だよ。そんなことしてる暇があったら俺は眉を。くそくそ、なんでこんなことに。眉、他のやつらはどうでもいいから、せめてお前だけは。何見てんだ。死人の分際でそんなとこに座ってんじゃない。目障りだよ。あ、なんだ、俺がおかしいか？なんだよその目は。バカにしてるのか。
るんだ俺は。頭がどうかしてしまったのか。死体に八つ当たりするなんて。ああすまない。よく見たら目を切られてるじゃないか。これじゃ何も見えやしないな。どうした、答えられないのかい。数日前なら君も反論できたろうし、俺の方の一発も引っ叩けただろうにね。残念だな。ああ、カイダ・アリサさん、冷静になれ。こんなことしてもマユは見つからないぞ。第一、この子は何の罪もない被害者じゃないか。いいことを教えてやろうか。君はね、なかなかの美人だけど、これから腐っていくんだ。どんどん、どんどん腐って、肉がぐちぐちのスープみたいになって、皮膚がたるんで垂れ下がり、目玉は生卵みたいにこぼれ落ちる。トイレの便器よりもひどい悪臭を振りまきながら、腹綿も、顔も、口の中も、ウジ虫の餌になっちまうんだ。そうなる前に、そうだな、綺麗な君の姿を残しておいてやるよ。表情するじゃないか。いい絵になりそうだ。いいね。アンダルシアの犬って映画を知ってるかい。今の君にぴったりだよ。もう一枚いいかな。ひょっとしたら君は生きてた時よりも今の方が魅力的かもしれない。そんな気がするよ。だってほら、この硬直した方のラインなんか、失礼かもしれないけど、エロティックだ。この手首の傷も。これだね、このぬめり気と冷たさ、奥に秘めた真の強さ、官能的だよ。ここに閉じ込められてろくに髪も洗えなかったろうに、身だしなみを忘れないなんてけなげだね。でも君にはこの刺繍と血の香りの方が似合っている。絶対に。俺は何をやってたんだ。死体の写真なんて。しかしこういう状況では
ストレスを溜め込むのは禁物だ。こうして発散させることは悪いことじゃない。そう、たまたまだ。たまたまここに死体があったから。俺はそういえば田口さんが警察に提出するためにここの死体を取ってるとか言ってたな。とっくに約束の1時間は過ぎてるだろうし、そろそろ田口さんを探してみるか。もしかしたら田口さんが舞を見つけて同行してるかもしれないし、ここにいても始まらない。あの、田口さん死んでるのか。あの、その人と知り合いなんですか？いや、別に。でも今、名前言ってましたよね。これ、その人のだと思うんで、どうぞ。バッテリーが切れてる。使えそうにないな。バッテリーも落ちてたから拾っておきました。使ってください。ああ。何この人。ああ、だって不愛想すぎ。別にお礼言ってほしいわけじゃないけどさ。なれちゃん平気、どうせ聞こえてないよ。これで保存してある映像を確認できる。君たちはここで何してるんだい？あの友達を探しているんです。小笠原奈々と霧神光っていう武蔵川女子中学の同級生なんですけど、それから高等部の先輩たちも。私は天戸谷成、この子は山瀬千早って言います。そうか、中学生か。そっちの小さな君、どことなく持田の妹と似てるよ。え？何の話ですか？あなたは高校生ですよね。
俺も人を探してるんだ。鈴本真由っていう子。君たち見なかったかい？あの、それよりまず名乗るのが礼儀だと思うんですけど。ああ、すまない。俺は森重作太郎、如月学園の2年だ。それで、さっきの話だけど、真由を知らないかい？この写真の子なんだけど。このカメラの中に手がかりがあるかもしれないし。これ、死体ばっか。やだ、私、見たくない。はあ、へえ、ずいぶん丁寧に撮ってあるんだな。俺がまだ見てない死体がいくつも、いくつも。これなんてまるで、シーレの絵みたいだ。綺麗だ。だけど惜しいな。田口さんの視点は、作業的だ。映像を見る他人の目を意識しているし、死者に、遠慮している。俺なら、もっと。なりちゃん。うん。ん？どうしたんだい？なんで、笑ってるんです？笑ってる？俺が？笑ってますよ。嬉しそうに。それは変だな。うん、あの、私たちもう行きます。行く？どこへ？友達探してる途中なんで。何をそんなに慌ててるんだい？協力できることがあるかもしれないよ。いいです、私たちだけで頑張りますから。さよなら。何を勘違いしたんだか。俺のことを変質者か何かだと思ったのかな。まあいい、誤解を解くのも面倒だ。それになかなか面白い反応だったしな。カメラは置いておこう。これは田口さんの目だ。他人の視線で見てもいまいち感情に訴えてこない。俺は俺自身の目で見てもっと触れたい。俺は俺だけのコレクションが欲しい。いや、死者を自分のものにしたいのか。待て、何を考えている？俺は眉を探してるんだぞ。
撮影はただのストレス発散だ。舞を探す前に俺が自暴自棄になっては話にならないから、その防衛策だ。そう、舞を探すための手段でしかない。目的と手段を履き違えちゃダメだ。だがもっと見たい。地震、またか。